5号は2塁3塁を回った。ボールは返ってきません。そして小深田三塁に行きました。いや、これは大きい。小深田のタイムリースリーベースヒット、2対1、イーグルス1点リードに変わります。ノーアウト2、3塁っていう形を取りたくなるんだけども、本当に外野手の万波選手のボールの処理っていうのをよく見て、小久保選手の頭、足っていうのもね、頭に入れてのよく回したと思います。